それではコインの手順をやります。だってコインがないですね。あれ、お、なんとここのとこにコインが出てくるじゃありませんか。あ、3つ目がこんなとこにある。4枚目もあると。4枚揃ったのでこれでしまいです。1枚2枚3枚4枚握ります。握っといてシュッと投げると1枚と。よいしょ。あれ、撫でると、撫でると、なんだこりゃ、なんとどういうわけだかコインがお札に変わってしまいました。